こんにちは、ウリツアーです。今回も格安航空券のご案内です。秋冬割、福岡、佐賀、大分、熊本からのですね、韓国行きの航空券のご案内です。先にですね、ルール申し上げます。申し込み期限が9月22までとなっておりますので、こちらご注意ください。早い方がいいです。予約と同時に購入、それから、出発、まあ、これ搭乗する、まあ、ご利用期間ですねが11月1日から12月19日の間のフライトということになります。預ける荷物とか座席指定などは有料です。これも LCC 格安航空会社なので、まあ、やむを得ないというところなんですけども、まず具体的な、まあ、金額なんですけれども、ソウルですね、これ TBA 航空使った往復の航空券になりますけれども、福岡、佐賀、大分、熊本から往復で最低価格が7000円です。往復で、で、諸税が、まあ、5770円、まあ、変動はありますけどぐらいかかります。これ足しても全然お安いですね。福岡からに関してはテグ、こちらが5000円で、こちらは5270円ほどの、空港税がかかりますが、かなりお安いと思います。現地観光や、ホテルの手配も行っておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。秋冬割、韓国の格安航空券のご案内でした。よろしくお願いします。